未来は今の積み重ねだ。未来へのワンミニット。尺八奏者滝北英山、10歳の時に尺八の音色の幅、特別感に心奪われ、夢中で稽古、天才少年と一目置かれる存在になった。ちょっとどころじゃないぐらいチヤホヤしてもらいましたね。天狗でしたねプロの尺八奏者を目指して東京芸術大学に入学。ここで初めての挫折を知る。天狗の鼻ポキッと折られましたね。天才が僕の他にもたくさんいた。僕は天才じゃなかったと思ったし。挫折感を味わいながらもなお食らいついた滝北。それはただ純粋に尺八が好きだから。そんな彼が考える尺八とは。もっともっと多分違う世界を見せられるし、見せてもらえるはずだし、もっともっと仲良くなりたい相棒って感じですかね。滝北英山、今の彼が全てをかけるワンミニット。未来、尺八という楽器がもっと身近に感じてもらって、それが多くの人に届いていければいいなと思います。その1分瞬間が未来を作る。西日本フィナンシャルホールディングス。